セントジョンはカナダ東部ニューブランズウィック州の都市、ファンディワンの北岸、セントジョン側の河口に位置する。フランス語読みではサンジャンとなる。2016年の国勢調査による地域人口は67,575人、都市圏人口は126,202人で、州内ではモンクトンに次いで2番目の大きさである。ヨーロッパ人が来る前はパサマコーデ族や、 マリシート族が居住していた。セント・ジョン川の河口は1604年に、フランス人地理学者のサミュエル・ド・シャンプランが、ファンディワンを探検する途中に発見された。その日が先霊者、ヨハネの生誕日であったことから、フランス語で、フラブ・セインとジーンと命名され、後に、同じ意味の英語に置き換えられた。戦略的な幼稚なので1631年に、アカデアのフランス総督、 シャルルド・サンテティエンヌ・ドラ・トゥールによって要塞が築かれた。フランスとイギリスによる争いが続いていたが、1755年には英国軍がフランス植民地を追放し、ハウトリデを構築して防衛。アメリカ合衆国の独立に伴って、英国ロイヤリストがアメリカから入植して、町が発展した。セント・ジョンはカナダの東海岸の州の中心地で多くの企業が集まっている。 20世紀の間、事業家 KC アーピングが、石油、林業、造船、メディア、運輸業などのコングロマリットをこの町で形成し、現在でも北米最初の大推進石油採掘所や、パルプ工場、製紙工場などを経営し、この地域の経済に重要な役割を果たしている。2000年前後までは、カナダ最大の造船業が栄え、 1980年代から1990年代初期にかけてカナダ海軍用にハリファックス級の多目的フリゲート12隻中9隻がここで製造されたがその後10年以上戦艦の造船は行われていない他に主要な経済活動を行っている企業公共機関としてはセントジョンコー、ムースヘッドポイントルプロ原子力発電所を含む 発電所を運営するニューブランズウィック電力会社旧 n b 電話の本社を引き継いだアライアントテレコムニューブランズウィック州の健康保険を運営するアトランティック健康科学者セントジョン地域病院などがある。また州政府機関の補助によって1990年代に創業されたいくつかのコールセンターなどもある。町は ファンディ湾に流れるセントジョン川を挟んで北側と南側に分かれている。2016年の国勢調査による地域人口は67,575人、都市圏人口は126,202人であり、モンクトンに次いで2番目に多くなっている。長年ニューブランズウィック州内で最大の都市であったが1971年の89,039人を頂点に人口は 減少を続け、都市圏人口では2006年にモンクトンに抜かれ、地域人口でも2016年の国勢調査でモンクトンに抜かれ、州内最大の都市の地位を返上した。2016年の統計による市内の住民の母語の割合は、英語が90.3%と9割超に達し、フランス語が5.2%と低くなっておりほぼ英語圏である。 全人口のうちの英仏バイリンガルの割合は14.4%と、州内の中では低くなっており、85.3%が英語のみを理解することができるとの調査があること、と、フランス語を公用語にしている州の都市という印象は薄い。1996年当時の4.3%と、比べると2006年は5.2%と、フランス語の割合が微増している。 気候は湿潤大陸性気候で寒冷であるが大西洋に面するために内陸よりも寒さは緩和される。1月の平均気温は低摂氏市7.9度、7月の平均気温は摂氏17.1度であり、年間降雪量は239.6センチメートルである。かつてはモントリオールからアメリカ合衆国のメイン州経由でフレデリクトンを通ってセントジョンまでを結ぶ。 ビア鉄道のアトランティック号が運行されていたが1994年で廃止された。海運拠点としてカナディアンナショナル鉄道とニューブランズウィック南部鉄道により貨物列車の輸送は続けられている。ニューブランズウィック大学セントジョンキャンパスプリンセスストリート。ありがとうございます。